沖縄本島地方に土砂災害警戒情報が発表されました。詳しく見ていきましょう。宜野湾市、浦添市、中城村、西原町に土砂災害警戒情報が発表されました。命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となった時に発表される情報です。危険な場所からの避難が必要な警戒レベル4に相当します。現在南西諸島では雨が強まっておりまして、活発な雨雲のかかりやすい状況となっています。雨雲を外してみると、この下ではザーザー5レベルの雨の報告が多数寄せられています。今後の予想です。雨雲の動きを見てみると、引き続き活発な雨雲の流れ込みやすい状況となります。一旦雨が弱まったり止む時間があっても、再び活発な雨雲が流れ込む恐れがあります。この後も最新の気象情報はアプリウェザーニュース雨雲レーダーチャンネルでご確認いただき、できる限り安全な場所を選んでお過ごしください。沖縄本島地方に発表された土砂災害警戒情報についてお伝えしました。